がですね、 YouTube ショーツと TikTok にこんな動画をあげました。今朝 U ランクっていう YouTuber の年収を AI とかが予測しておよそこのくらいですよって出してくれるサイトを暇つぶしに見てたんですよ。で、僕も一応 YouTube やってるんで年収どんなもんなのかなって思って見てみたら981万円って出たんですよね。 YouTube さん、900万以上振り込み忘れてますよ。いや、マジでこんなお金もらってないですよ。まあ、年収ね、1000万もらいたいところなんですけど、僕はね、残念ながら1000万もらえてないんですよ。僕のデータは間違ってたんですけど、僕の知り合いに関してはね、データ正しいかもしれないので、僕の知り合いがね、どんな感じなのかなと思って U ランクで、調べてまいりました。でですね、こちらのサイトでですね、ホーム画面をまず開きますと、お笑い芸人 YouTuber 収益ランキングがですね、一番最初に出てくるんですけど、1位玉やら学園さん、2位カジサックさん、3位かまいたちさんと順に並んでまして、まさかね、僕がこの前コラボさせていただいた玉やら学園さんがお笑い芸人の中でですね、収益1位ということで9000万くらいもらってるらしいですね。まあ、僕の前ではね、そんな素振り見せなかったんですけど、まあ、そんくらいもらってるみたいですね。まあ、他にもね、僕の知り合いの周一郎くんとかアミちゃんとか新藤京香さんとか、まあ、収益どんなもんなのかなと思ってちょっとね調べてみたんで、皆さん見てみてください。周一郎1億3851万円、アミちゃん1億2666万円、新藤京香さん1億3869万円。嘘だろって感じですよね。ワンピースの賞金組の金額感じゃないですか。まあさすがに嘘なんですけど、まあ、ショーツって基本的に多く再生される代わりにあまり収益にはならないんですよ。なのでそのショーツの再生も普通の動画の再生もひっくるめて 0.1 円なのか1円なのか知らないんですけど、こう掛け算で計算してるのでこんなことになってるんだと思います。まあね、こういう年収予想みたいなサイトってよくありますけど、大体はね、あくまでも予想でしかないので、皆さんはね、話半分で半信半疑ぐらいでね、聞いていただければなと思います。ちなみにですね、僕は YouTube で全く儲けてないので、儲けられるように今後動画の投稿頻度増やしてめちゃくちゃ稼ぎたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。